こんにちは、三河です。おだまり、どっちも串は今日は三河県知事。まあ、あ、すっごい苦しいですね、あの被り物は。ね、皆さんね、今日もまた目のトレーニング行っちゃいますよ。光の民のね、目のトレーニング。もうね、どんどんね、高度になってきてるからね、皆さんね、よくあれ、この中に隠された、人物を探せっていうような番組あるじゃないですか。ああいう感じのものですよね、これね。どこにニール君が飛んで、どこにアルザムの隠れたその宇宙船が飛んでるかっていうね、ちょっと謎解きですよ、謎解き。はしたないわ。いやね、はしたないわね。して、で、そういうことでね、ちょっとトレーニングいっちゃいます？ちょっと。いいですか？これもね、ちょっと聖地で撮ったんですけどね。これ、3回くらい流しますか？投資でね。で、どこに、どういう風に映ってるかっちゅうね、こう、わからないとか、何も映ってないだろうって言われてしまえばね、それまでなんだけどね。あ、これじゃねえか。ちょっと待ってね。ハプニングが起きました。どれだ？これか。違う、これじゃない。これ。はい。本当に分かりづらいですよ。本当にちょっと超高度。今日はね、ほんと超高度のトレーニングですよ、これ。あ、今言ったかもね。あ、今ね、言ったかもしれないね。こんな時間でこれだけ飛んでくれるってことはなかなかないと思われますよ。意識して飛んでくださってると思うんだけども、見ました今アルザムの隠れた船がアップで自分らをね、こう導いてくれたっていうかね、これじゃない、これだ。もう2回ぐらい行っちゃいますね。トレーニングですからね、面白くないかもしれないけど、ちょっと目を慣らしていきましょうか。もうね、仕上げ段階に入ってこないとね、皆さんね。ね、意味もなく電池を移して、なんで移してるんだってね。5分いきますね。これね、本当はもう飛んでるんですよ、ゆっくりやると。ダメね。わかりました、今ね。さあ、もう一回だけ流しますよ。って音楽流れないけどね。ドゥルルルルルルってなんか音楽流れますね。ね、普通は。はい。これは終わった後に今度スローでいきますから。
今もね、本当はね、一瞬で飛んでんだけどね。もう今飛んでて。こう、本当下も飛んでんだよね。ちょっとよく見ると。もう上飛んでるでしょ、今一瞬。もう今飛んだ。はい、飛んだ。はい、じゃあ次はね、スローでいきますか。スローで行って飛んでるとこはアップできますかね。わ、これわかりますか。これこれ下の方、これこれも飛んでる。ちょっとね、うっすらと飛んでる感じ。はいはい、これね、ほら、これ飛んでるでしょ、青いやつ。これあれちっちゃいのね。ほらほら、これね、ちょっとちっちゃすぎて見えないけど、ここで飛んでんだよね。見えなくなっちゃったね。ちょっと待って。これ。これスレスレ飛んでんだよね。それそれ飛んでるのね、これ。これ。これね。これ飛んでるでしょ？ほらほら。でね、これでね、やっぱり驚くべきものっていうのはね、ちょっとすんごい分かりづらいんだけどな、これすごいね、これ。ここ2つ飛んでんだよね。ほら、これ。こう、並んで飛んでんの、これ、これ、これ。これ。分かる？これ。これね、スローにするとね、結構映ってるんです。これね、この先がね、こうちょっとすごいんですよ。はい、これわかります？これまずここにいる。これこ
これね、必ず2つ並んで飛ぶとこがあって、じゃあこれのもう一つはどこにいるんですかって言ったらね、ここにいる。ほら、ここ。これ、この大きいの。これ。これ、あれですよ、影じゃないですよ、これ。動きますから見ててください。ほら。これ。これ。これね、ちょっとシールド貼ってるかなんかしてる。円盤状のもんでしょ、これ。ほら。こんなでかい状態で、うちらの近くにね、降りてきてるんだよね。ほら。これ。かなり近い。え？かなり近いですよね。これはかなり近いと思いますよ、これ。数メートル。うん。ほら。だからね、無風状態で風が起こる状態でね、ブワーって。そういう状態が起こると。こういうものをちょっと皆さんもね撮ったらちょっと自分でなんかおかしいのないかなっていうでこれちょっとやってみるとこうやって出るんですこれ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 ね明らかにもういますでしょこれだけどこれねこれで流すと一瞬だからわかんない流してますよ。はい、今。わかりました、今。一瞬。はい、このスピード。こういうね、ちょっと、皆さんね、目を鳴らしていって、どん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 こう、光の旅と近くなるように、訓練して、何回も何回も繰り返し見て、訓練して、で、どん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 近くにいて、ああいうマーク貼ってるのが今度外してくれるから、そうなると目の前で見えますからね、こと。自分がね、やっぱりこういうふうに言ってるの、皆さんにね、こういうものをね、目で見てもらいたいの。肉眼でね。そういうものをね、お見せすることがやっぱり信用されるっていうか、こう、真実に近づくのかなと思ってたり。だから、光のためもね、見せてくれると思うんですよ。そういうちゃんとした心があればね。ただもう面白半分で何だか言ったんじゃ多分無理だと思います。その辺をね、ちょっとこう心がけていろいろ考えてこういう存在がすごい身近にいるってことをね、どんどん考えていってください。それも未来の扉を開けるのもすぐそこに来てますからね。皆さんもそれをじっくり考えて自分がなすべきことを考えてください。よろしくお願いします。今日はこれで。